元は、ハンガリーブ・ブダペスト出身の文学史研究、文学翻訳が専門で、俳人としても活躍。大江健三郎のノーベル文学賞作品、万、ま、円元年のフットボールや、松尾芭賞の奥の細道の翻訳も手掛ける。父親は、ヨーゼフ・アッティラ賞を受賞した詩人ビハール、ベーラ、祖父は、ガタクミ、ビッテル、フェリックス・ボードグ、ウィダー・フェリックス・ボードグ。元夫は、 生成文法学者のマールトン・フィフェレンツ。息子は言語学者のマールトン・フィアッティラ。1963年から1968年に、かけ、ブダペストのエトベシュロランド大学人文学部の、ハンガリー学科、ロシア学科、日本学科で学ぶ。1968年から、エルトラドノーティ、ミクローシュ中学の教師。1975年からは、 エトベシュロランド大学の教育学部の教師となり、1988年から2003年まで、同学部の学科長を務めた。1990年より、日本学基金の会長。1996年以来、カーロリガー・アーシュパール・カルバンハ大学において、俳句、日本文学、翻訳学を教えている。2001年より、ハンガリー、日本友好協会の会長を務め、 その後もサンド会長に再選され現在に至っている。2000年、ロンドンのオックスフォードで開催された世界俳句祭典に参加。2002年には世界の俳人からなる国際メンバーと共に奥の細道をたどり NHK の番組として収録された。秋田で開催された世界俳句祭典では英語による俳句カテゴリーにおいて第1位となった。2000年には ハンガリー、日本友好協会内で、ハイククラブを結成した。このクラブの会員は年に4回集まり、有名な日本のハイクを読んだり書いたりする活動を行っている。2013年から、ハンガリーハイクの日をスタートさせ、ブダペストや地方都市において、毎年4月に祝賀会を行っている。これまで、日本文学の歴史、松尾芭蕉の俳選集、桃太郎、 山田のオロチなど21の本が出版された。日本文学の傑作の翻訳も多数手掛けており、翻訳作品の中には、大江健三郎、万、ま、円元年のフットボールや芥川龍之介の、矢部の中、地獄編ほか、そして夏目漱石の、坊ちゃんなどがある。ありがとうございます。